27日、韓国気象庁の国家台風センターによると、台風13号クジラは同日午前9時、グアムの東北東約1730キロ付近の海上で発生し、時速10キロで北西に進んでいる。台風13号は第24号熱帯低気圧から発生しており、韓国気象庁は4日以内に台風が消滅すると予想した。台風13号は午後9時にはグアム北東1690キロ付近の海上に位置し、29日午前9時には日本東京の東南東約1340キロ付近の海上に移動する見込みだ。30日午前9時には札幌の東約1520キロ付近の海上に移動し、10月1日午前9時頃には温帯低気圧に変わり消滅するとみられる。